シストロンは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏、アルプ・ドイ・コール・オート・イ・コール・プロヴァンス圏のコミューン。ボームガン・ボームガン・シストロンは、デュランス・川岸、標高485メートル地点にある。ビュエック川とデュランス川が合流する、戦略上重要地に近い。シストロンに架かる橋は、古代から19世紀に架けかけられた高級的な橋で、 唯一残っているものである。シストロンは、プロバンスの門との別称を持ち、ドーフィネとの境にある。垂直にそそり立つジュラキ石灰岩のボーム岩の、反対側には、シタデルを含む数多くの歴史的記念物がある。古代、町の名はセグステロン、または、セガストラームムと呼ばれ、後に、チオイタスセゲステリオルム、739年には、セジステリコと呼ばれた。 かつて、ガリア人の一部族、ソジオンティ族がいたと見られている。デュランス側の合流地点に近いために、重要視され、ローマ人は、イタリアとスペインをつなぐドミティア街道をシストロンと、モンジュネーブルの間に作った。1946年、コミューン内の工事で、彫刻で飾られた一世紀後半のものである墓地が、発見された。 2世紀から4世紀後半までの間に町は、ローマ族州アルペス・マリティマへのチオイタスに昇格した。6世紀には、シストロン司教座が設置された。中世のシストロンは、フォルカルキエ博の戦略的要所とされ、11世紀からは、プロバンス博領に組み込まれ、博領の北の境となった。フランス国内に、初めてロマがいたと伝えられている。 町の特権が授けられた日付は不明であるも、代々の伯爵が追認していた。シストロンにあるコルドリエ会の修道院内で、プロバンス伯レモンベランジェ4世は、プロバンス伯領を末娘のベアトリスド・プロバンスに与えることを決めた。彼女は、アンジュー伯シャルルと結婚したため、以後プロバンスは、フランス王国の影響下に入った。シストロンに定住していた。 コルドリエ会の修道士たちは、ビュエック川に架かる橋の保全を行っていた。12世紀半ばから、コルドリエ会修道士たちは、シストロンの自分たちの定住地を、テンプル騎士団へ寄付し、以後は、騎士団が駐在するようになった。ルイ11世が1483年に死ぬと、プロヴァンスは、正式に、フランス王国に併合された。 1562年から1594年までのユグノー戦争ではシストロンとその要塞はカトリック同盟軍とユグノー同盟軍が奪い合う激戦地となった。1639年フランスに対する陰謀に加担したとしてリシュリュー数奇鏡はポーランド王ジアンカジミエ氏をシストロンのシタデルへ投獄した。フランス革命後の1790年 シストロン市教座が廃止された。1792年5月17日に応答派によって暴動が引き起こされるが、住民の大多数は革命政府を支持した。1884年、シストロンはこれら流行に見舞われ、8月23日から9月5日までの間に住民18人が死亡した。1889年、要塞が廃止された。 1944年8月15日、フランスの B-26 とアメリカ空軍の爆撃機がシストロンの鉄道橋とビュエック側とデュランス側を横断する道路橋を破壊しようとした。天候は不利であったが飛行は成功した。しかし、標的の破壊は失敗した。8月17日に再度飛来した。 フランスの爆撃機とアメリカ空軍機はシストロンを爆撃し、街の大半を破壊し、シタデルに深刻な打撃を与えた。100人の死者と200人の負傷者が出た。観光業が盛ん。シストロン周辺で飼育される羊は、シストロンのラム肉として、品質の高さを示すラベルルージュの対象となっている。ありがとうございます。